しまうと結構手に染まらなかったりとかするので、こんにちは、札幌占い美容室葉山頭のことです。今回はですね、まずカラーから入ろうかなと思います。モデルさん、前回アッシュ系で染めてあんまりイメージがいまいちだったということなんで、なんか、オリーブ系でちょっと染めてみたいなと思うんで、あとですね、ちょっとこの辺が光ってしまう、多分色が抜けて光ってしまうんですよね。細い髪の毛がかなり細い髪の毛でちょっと光ってしまうっていうことなので、グレイカラーの10のナチュラルの10番のスローですね。今回使うのはスローなんですが、それをナチュラル若干入れて、それに、グリーンを1対1にしてちょっとグリーン強めに作りました。でそれでベースをまず塗りまして、ネープのこの中のですね、ポイントにインナーゾーンでここに少しブリーチをかましていこうかなと思います。ちょっとまあデザインですね、それをちょっと入れていきたいなと思うんで、今日もだいたいですね、時間が、まあ、毎日のことなんですけどちょっと限られてて、今日も2時間ぐらい、まあ、カラーとカットで約1時間、撮影して、まあ、2時間ちょっとぐらい、半くらいですかね、これやっていきたいと思うんで、まあ、ちょっと巻きでやっていきます。ちょっと染みやすいみたいなので、基本ゼロテクで塗っていきます。ゼロテクの方法なんですけど、皆さんどうやってるか分かんないですけど、僕はゼロテクの時はハケをいかに寝かします、毛髪の引き出したスライスと同じぐらいの角度までハケを寝かすとゼロテクができます。で結構ハケ立ててしまうと中についちゃうので、毛髪のステムと同じぐらいの角度まで持っていった方が、ゼロテクはできるんですね。なんでここだとこのぐらいの角度で、ちょっとやっていくといいです。でステムに対してハケがもう本当にね、塗るっていうかもう置いていくような感じになってくるんですけど、こういうふうに立てないでこのままですね、ゼロテクっていうのは、まあ、ゼロテクって言ってもね、根元何ミリかはもうちょっと開けてる感じなんで、ゼロテクと実際言うのかわからないんですけど、まあ、この場合なんですけど、このコームの櫛ありますね、これでですね、逆毛を立てるような感じで根元側に少しこうスイングしてあげるんですよね。でこのスイングすることによって根元の方からきれいに均一に塗ることができるんですよね、ブリーチ剤の場合は。でここでちょっとしっかりスイングをさせてあげてください。これ慣れるとね、普通のカラーでも使えるようになるんで、コームの、コームワープって言ってたんですけどね、まあ、いろんな名前があります。このまま、やっていくと根元からきれいに、根元につけない状態でブリーチがきれいに塗れます。でブリーチは昨日も言ったんですけど、結構塗布の状態が非常に、大切なんで、同じ薬の量っていうのがしっかりついてないと綺麗に染まりません。で昨日はシャンプー台でやったので、ちょっと今日との状況とは違いますが、
今日は同時カラーなのでこういう感じでやっております。で、ネープのところをですね、ブリーチのところ終わったので今度全体に、ゼロテクで塗ってるところを今度全体伸ばしていきますね。はい、で、ですね、見えてますでしょうか。で、ここブリーチしたところではないんですが、今回のモデルさんのように染みやすいゼロテクを使ってほしいっていう方の場合、まあ、このままこうやってってもいいんですけれども、まあ、ここでコームワープを、コームスイングワープ、こちら、これを使って塗っていくことができます。で、この時に、まあ、この根元側の方って、ちょっと髪の毛の量多いですよね。特量で考えるとこっちを多くしたいわけなんで、このパネルに対してよく見てくださいね。このコームを少しこっちに傾けます。見えましたか。このコームをこっちに傾けます。この状態でワープすることによって若干薬が根元側に溜まるようになるんですね。で、あんまりやりすぎると根元に本当に溜まってしまうので、この状態でコームをワープすることによってこっちのもう薬の量がしっかり保てますっていうのを、しっかりやっていけば綺麗に塗れますね。はい、ちょっと前出します。すみません、ちょっと前出します。はい、このぐらいの方が見えるでしょうか。で、ここを、よくですねステムと刷毛の角度を見ていただきたいんですが、今塗ったんですけど、これ V 字じゃないんですよ、通常のカラーなんですよ。で、このコームの角度を少しこっちに寝かせます。いいですか。まあ、大体45度ぐらい寝かしていただければ、パネルに対して。で、そのまま優しくこういうふうに塗っていくことによって、ここの塗布量が少し確保できます。で、逆にですよ、逆に45度にしてしまうとどういうことになるかっていうと、根元の量を取ってしまうんですね。で、毛先の方に溜まって溜まって溜まっていきます。ですので結果どうなるかっていうと、毛先の方の残留のティントっていうのが溜まっていって毛先が暗くなってしまうんですね。ですので、こういう場合はなるべくこっち側を塗布量を多くしてあげるような感じの方が、まあ、僕はバランスがいいんではないかなっていうふうに思うんで、逆に45度ぐらいの角度でやっていきます。で、毛先は軽くスルーってスルーする感じですね。この塗布量っていうのが間違ってしまうと結構綺麗に染まらなかったりとかするので、で、この辺になるとステムをさらに、頭皮に対して90度近くまで上げて逆にこういう風に塗っていきます。で、コームの角度はこっち側です。そうすることによって、薬のね、溜まるバランスっていうのが整うことができます。はい、今日も早昔のチャンネル見ていただいてありがとうございました。はい、またね、明日明後日もあるんで、皆さん、頑張ってアップするんでシェアとかしてください。はい、今日も遅くまでありがとうございました。すいません、ありがとうございました。もうだいぶ遅くなってしまいましたが、
どんな感じで営業後頑張ってやってますんで、皆さん協力して、応援していただけたらなと思います。では今日もありがとうございました。ではバイバーイ。